ビッグボーイと、なんですが、このステージなんか割と結構やってると思うんだけど。うん。なんか結構このステージにマッチングされる呪いにかかってしまったらしい。なんてこった。ああ、こういうのはちゃんとね、見せられないようにしとくからね、大丈夫だよ。神からのお告げ。神からのお告げが俺には来たらしい。うん。神からのお告げ。一緒にゲームしよう。さあ、今回使うゲームはね、この、ハニーバージャーっていうね、うまそう。初めから、いや、うまくはないけど、初めからね、ちくわがついててね、プルコギ状態なんだけど、こいつをね、ちょっと全部の武器をちょっと使ってみたいからね、ちょっとサイレンサーってちょっと嫌われがちなものかもしんないけど、使っていくよ。これ標準でちくわさんついてる？うん、ちくわついてるよ。で、標準さんでちくわついてる武器がね、AR にもサブマシンにもね、必ず確か1個ずつあったはず。しかも2つ。スナイパーにもあったはず。だけどね、こいつがね、強いんだな、やっぱり。よし。強いね。てかね、スナイにレートあるけど。てか、割とね、個人的に、ちくわがついてる武器は何でも強い感じがしなくもない。それはあれだろう、敵に気づかれないから、でもあるだろうけど。ここだけの話、俺はモダン3の時はね、もうね、ちくわなんてもう、いつものごとく武器にくっつけて、うわぁ。EMP をドミネで2、3回呼ぶヌーブだったわ。ヌーブ。あの頃。ヌーブプレイヤー。おっ、ターゲットが出てきた。チスチス。さ、リロードがちょっとかっこいい。ね、いい。カシャッ、カシッ。結構凝ってる。おっと、何をしてるのかね。さ、このハードラインでね、どんどん。キルストリックを量産していく。おいしょ。さて、どこに敵さんがいるかな。俺のプルコギで敵を倒してやろう。おーっと、乗り、え、よし。おー、当たるか。いいね。さあ、軍用犬と一緒に来たぜ。ビッグドッグと呼ばれている、この軍用犬は。そうなの？ホットドッグじゃねえぞ。違うなよ。うまそう。2回目。いない。ハニーバージャー。ハニーバージャーとビッグドッグ。よいしょ。なんだ、ビッグドッグ。おー、待て、回り込むぜ。あ、だけど敵がそっちにも、ちょっと機関銃が落ちてたから拾う。おいだ、貫通。よし、うまいね。まだ敵がいるぞ。あー、そっちから来た。おー、いいショット。あれ倒せてない。なんかね、結構使用量やってるとね、何回ぐらいもう撃ったら倒せてるでしょみたいな感じでリロード挟んじゃったりすんだよな、1対1の時。そういう癖がね、結構出てきててね、ちょっとね、リロード癖をなんとかなくしたいので。なんか、裏の方に来てる気がするんだけど、どうかな。いたー、よし、サットコム設置。サットコムアップリンク確立。サットコムアップリンク確立。うん、お前どんだけポンが好きなんだよ。お前、あのなんか時代劇風のおっさんがポンポン言ってるのがすごいツボなんだよ。なんのことだ。え、だから、おーい、時代劇風のさ、よく言いそうなさ、愛用めっちゃくさポンっつって。あれなんかこれ武器また拾ったか、こいつは。なんだこれ。すごい、ね、おーいしょ。あれ今敵、うわーい。うわー、軍用犬を呼ぶ。あそこに敵がいる。当たんない。ダメだ。犬。ご主人様、そんな感じ。毒かな。まだいるな。あー。きつい。おーりゃ。お、いいね、そこ。狙撃。あれ？あれ、違った。ゴミ袋だった。こちらが優勢だ。優勢だ。こちらが優勢だぞ。これ、マックスいくら？これ75だよ。いつまで通り。いつまで通りですね。うわ、あれ敵だ。うわ、犬。動物愛護団体からお叱りが来るよ。動物はあなたの P じゃない。
敵がいないな。ちょっとね。うえい、あだんだんね、こういう、どっちの道に行こうかとかで、一瞬左の道行ったのになんか、なぜか引き返してもう一回直進しようとするね、俺の優柔不断さがね、出てるんだよ。だから、あるある、ゲームにおいても性格が現れてんだよな。あー。久しぶり。あっ。ドゥーン。あっ。ほんとにピューンってさ、まじでもう、ね、これ死刑宣告だよね。ね、サクッからサクッて刺してから離すっていうね、このもう謎のモーションのせいで逃げたくても逃げられない。そう、一回さ見るかね。いない。よー、いるぜ、たくさんいるぜ。うわー、1位キル、うまいです。さてーさあ、ちょっとここを開けましょう。開けね、開けねえんだ、この人。ね、一部のね、マップで、四方みたいなのをくっつけてね、通行可能にするようなね、まあ、うん、いわゆるギミックかな、プチギミック。そんなのがあるわけですよ。おー、どこ行こうというのかね。さあさあ、おー、ほい。ゲットしましたね。はい。さあ、プルコギを使ってチームデスマッチをやってみたよ。ナイスプルコギ。ちょ、ね、割とね、こういうやっぱりサイレンサーの武器って圧倒的に強い気がするから、たくさん使っていきたいんだけど、まあそれもちょっとね、あんまり良くない気もするから、こんだけに、こんな風にしといて、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。